大輔君と同世代で、はい、もう最初の話で思い出した話なんですけど、はい、僕もそのカップ麺とかこんにゃくが女性に近いっていう情報は仕入れてたんですけど、はい、でもあのうち貧乏だったんで、もうこんにゃく一つ僕が取ることはもうみんな分かるじゃないですか、で誰だこんにゃく取ったのってなるから手出しができないんですよ。でカップ麺も買うお金ない、でも女の方のそこには非常に興味があるそんな中学生の頃に悶々と部屋にいましたら窓がコンってなって開けたらメスのカブトムシが飛んできてたんですよ。だからカブトムシが飛んできたと思ってそれ捕まえて部屋の中でこう手の上にこう乗せてたんですね。そしたらカブトムシで結構こう抱きついてくるんですよ。ああで、あれと、なんかいろんな本で読んだけど、女の人ってなんかこうやってなんかこういう感触があるっていう情報を仕入れてたと、はい、で幸いメスカブトだからこれは神様からのご褒美というか幸いだなそれ気持ちいいんじゃないかと思って思い切って乗っけてみたんですカブトムシってよく見たら分かるんですけど関節のところにあのトゲみたいなあの筋肉マンでいうとこのバファローマンみたいな感じがしてて、しがみついた途端にあの考えられないぐらいチンコから血が出てきた考えられるわ危ないなっていう話でしたお気をつけください。6、7年ぐらい前は思うんですけど、テレビのコマーシャルソングが気になって、英語の歌なんですけど僕あんま英語っていうの得意じゃないんですけどあの雰囲気で言うとエピバディスリーアハンアハンっていうのがあったんです、はい、ありますありますでこれなんかあ気になるなと思ってであんまり日頃そんなんはあの CD とか買いに行くのもあんまりそういうタイプでもなかったんですけどちょっとこれ欲しいなと思ってあの買いに行ったんです、ね、ほんであのこういう CM でこういう CM ソングなんです売ってませんかって言ったら向こうの働いてあった人がこっち見ていやそれだけの情報ではって言われてほんでどう言ったらいいんかなって必死で説明してもなんかちょっと分からへんとでももう来たし欲しいしもう買いたいしってなってもうちょっとあの歌ってみますとで雰囲気です俺全然会うてないですよって雰囲気です言うて Everybody see it? アハンアハンって言ったんですもうその辺の人もちょっとこう見てるぐらいのもうはずいるなはずいけどもそれぐらい俺は欲しいとしょうがないではって言われてってなってEverybody see it? アハンアハンですとアハンアハンなんですほんなら向こうの人がエビバディって言うからいやそこ全く関係ないんですこれは俺の感覚なんですアハンアハンだけですってもう5分ぐらい説明したらその人が、うん、あちょっと分からないなあ洋楽担当を呼んできますって言われていやお前は何の担当やねんおめえわってなってまた洋楽担当が来てこういう CM の歌ですで分からへんもうこっちもだいぶ開き直ってきて歌いますってなってほんでエビバディシリー雰囲気ですよアハンアハンって言ったら向こう の, その洋楽担当もエビバディいやそこは関係ないんですよアハンアハンのとこをちょっと際立てていただきたいとほんならその洋楽担当がちょっと分かりませんとでもう店長呼んできますとほんでもう店長がもう来た瞬間食い気味でエビバディシリーアハンアハンの探してますってほな店長が全然わからんって言われて結局買えなかったというこの話を滑らない話のスピンオフで、うん、ホッシャンの滑らない話に出させてもらった時にこの話をしたんです、うん、ほんなら見てる方が、うん、あの曲じゃないですかって言って、なるほど、いっぱい教えてくれて、うん、プリティフライっていう、うんうん、なんか人の歌らしくて、うん、でああそうなんやと思ってて、まあ、その当時あこれ解決したなあ思ってそれで CD も買いに行こうかってなってた時にたまたま東京泊まってる時にもうテレビ見てたら電話が鳴ってパッて見たら同期で吉本新喜劇の川端康っていう座長がいるんですけど、うんうん、川端ちゃん同期なんですけど、うん、あれ川端ちゃん珍しい思ってパッて電話して取ってはい言ったらひょうちゃん CD 買いに行ってアハンアハン言うたらしいなってなったんですよほんで、あはんはん言いましたよって言うたら、かばちゃんが、その DVD を、アメリカで、一郎さんが見てて、俺多分あの歌だってわかるって言い出して、うん、教えてあげたいんだけどって、一郎が言うてるって言うんですよ。で、もう僕はもうプリティなんとかってわかってるんで、はい、もう今更なんですけど、一郎が教えてくれるのに、いやもうわかってまんねんって絶対言うんだよ。だから、あ、
それめちゃめちゃありがたいですと。そうやで、ほんでまあ一郎さんから多分何人もの大人を挟んで、まあ、川端ちゃんに連絡が来てると思うんですけど、ほんでわあもうありがたいですねと、ほんでこれぜひ教えていただきたいんですけどって言ったら、また川端ちゃんからブワー戻って、ほんでまた多分一郎さんがこうだろう言うてバーって戻ってきて、ほんで僕に教えてもらった曲聞いたんですけど、全然ちゃうんですよ。やめとけ。ジュニアさん全然違うんです。あの感覚や言うてもエビバーディシリーアハンアハン言うてるんですよ。出だしがオーイエーから始まってってなって、どこにいてってなって、これ一緒聞くじゃないですか、教えてもらうんだから、カバチャのサメトンペット、何も言えへんやんってなって、ワンチャのセミセミ、何やねんマジかこの人って、ワンチャのセミセミ、ほんで1分経過した時にワンチャのセミセミ、アハンアハンってなって、ちっちゃっ天才の耳すげえ引き出すね。感覚すぎるんやろな。感覚がすぎるんやわ。やっぱ一郎はすごいなという話を。なるほど。もうあのアントニオ猪木さんとそれの時のお月の藤田っていう、あの和之さん、和之さん、うん、あの金髪のゴリラみたいな人ですよ、うん、その人となんかラスベガスから成田に帰ってくる飛行機にケンコバの誰か誰やったんな、居合わせたんですって。ほんで窓側に猪木さんが座ってて、で通路側に藤田がこうやったんですね。であの成田にこうね着いたじゃないですか。で着いてガーンなってでポーンって言うたから降りようとしたら、ずっと横でその藤田がこうクーッて寝てるんですね。で猪木さんはちょっと降りたいのに、藤田起きひんからちょっと行かれへんから、藤田藤田着いたぞ。猪木さんがね、でもカーッて出るから、藤田着いたぞ、泣いたぞ、藤田藤田起きろ、泣いたぞ、藤田泣いたぞ、起きろ、藤田意外と。っていう話です。これも何度か聞いてんねんけど、これコバなの、これは。これは僕が三又さんに聞いた話です。しかも大事な結末が抜けてるんですよ、これ。この話。何何？だから藤田、起きろ。おい藤田、成田だ。起きろ。でも藤田ってあの本当に人間離れした首の太さっていうのもうあの野人っていう野獣なんですよ、動じないですよ。猪木さんのビンタで、猪木さんはまあ恥かきたくないじゃないですか、うん、CA さんも心配そうに見てるんで、そうそう、はい、ほんで出ていく人たちも、え猪木若手に藤田って言って、でも猪木も腹立って最終的に寝て起きない藤田の後ろに回り込んでスリーパーホールド決めた。さらに眠らせます。被告の話なんですけど、最近はあまりなくなった、まあ未だにちょいちょい遅刻しちゃったりする方なんですけど、若き日はあのもっともっと大きい遅刻がもう乱発してまして、あのそれこそ笑っていいともとかでも大きな遅刻をしたことがあったりしながらですね、あの本当にある時期もう固まって遅刻が多くて、でしかもここぞっていう時に遅刻してしまうみたいな、なんかそういうのがあって、それこそ古畑任三郎 VS スマップっていうスペシャルのドラマがあったんですけど、田村さんと古畑との本読みの日に、もうこれは最近遅刻も多いしもうやばいぞって思えば思うほど、なんかもう1時間ぐらい遅刻しちゃったりとか、でその時はでも本読みはちょ少ない遅刻で済んだんですけど、もう入ったらやっぱりもうそんな大きな本読みだし、もうみんな揃っててすいませんって言って席座って、さあって言ったら台本持ってきてないとか、もうとんでもない空気だったり、
もうそのすぐ1週間後ぐらいかな、松田聖子さんがスマスマのゲストで来て、歌のゲストで来るって言って、これももう遅刻できない、うん、さあまた起きたらもう出発時間1時間ぐらい過ぎてたりとか、ほんで収録に行ったらさやかちゃんがまだ小さい頃で遊びに来てて、でさやかちゃんがなんか廊下で、そういう時遅刻してるとあんまり中に入っていけない空気あるじゃないですか、ほんでこう隅の方でこう一人待ってたらさやかちゃんが来て、なんか今日ね武道館にねライブを見に行く予定だったんだけど行けなくなっちゃったんだってって、まあ僕が1時間ぐらい遅刻したってとかっていうのがあったりしながら、あのスマップスマップのコントで、あの NBA のバスケットの、あのロットマンっていうタトゥーがこういっぱい入ってる人のパロディーのコントをしてて、カトリだからカットマンっていう名前でやってたんですよ。さあそれももうこれはもうやばいと、本当遅刻してあんなタトゥーいっぱいだし超怒って帰っちゃったりなんてしたらもう大変だと、もう超気合い入れてたんですけど、そういう日に限ってで、もうパッて起きたら電話鳴って、マネージャーさんで、マネージャーさんがもう超ブチ切れてて、あんたどこにいんの、もうスタジオにカットマン来てんのよって言ったんです。本物本物カットマン来てるの、寝てた。でも僕の中ではいやいや俺がカットマンだからそういうタイミングじゃないし、ずっともう最初はね、ねカットマンが来ててね、中井が全部つないで収録してんのよ、カットマンと中井が話してんのよあんた何やってんだろ俺がカットマンだから俺がカットマン意外とこっちです。あのこういう時はやっぱりあの NGK とかでも偉いさんが後に行きますので、うん、後輩ですから僕、うん、さっき行かせていただきました。まあとはいえ本当に今まで皆さんの聞いてたら本当に今日は特に滑らない話をされてる中、本当にこういう話で申し訳ないですけども、本当にただの悪口今から言わせていただきます。やめとけよ。あのいろんなことを思いながらですね、人と喋ったりするんですけど、僕が今現在一番この人ダサいなって思う人が、大阪でチチンプイプイという番組一緒にやらせてもらってる桂吉也さんという方がいらっしゃるんですよね。吉也さん、僕の中でちょうどダサいなというか、その桂吉也さんというのは、まあ、米朝一門の本当に、まあホープで、いろんな NHK のドラマに出られたりとか、独演会しても本当に素晴らしい落語をされる方らしいんですけども、まあ顔がちょっと大きくて目めっちゃクリッとしてて、ちょっと短いなんかねスポガリみたいな感じなんです。で神戸大学出られてます。僕賢いんです。あ賢いんかいみたいな。いやいいな、お前の話にお前の愛のっていらんって。ほんであの私服とか見たらやっぱりね、ちょうど僕より2つぐらい上ですか、もうお子さんも2人ぐらいいらっしゃって、ちょうどダサいお父さんみたいな服を着て帰られるんですね。ほんまに僕の中でちょうどダサいなと思ってます。でもまあ別にいい人ですし優しくしていただくんですけど、いつもダサいなと思いながら、こうはなりたくないなっていうか、まあほんまに実写にあサザエさんで脇役で出そうやなっていう感じ。私服ですか、あ長谷川マチコのセンスですかそれは、幼児山本とかじゃなくてマチコ長谷川ですか来てるわけですよね。でまあその一緒に番組、まあ、あの言えばニュースを扱ったりスポーツ扱ったり、若手がロケ行って京都を訪れたりとか、まあ、そういうふうな、まあ、お昼夕方のワイドバラエティーみたいな感じなんですけどね、うん、結構ずっと出させてもらってるんですけども、その方がまあ前に出るタイミング、前の出方というのがもう阪神の情報になったし、もう一回前出るんですよ。もう昨日もね僕ずっと9回まで見てましたけどもね、もうブラジルの7回のあのタイムリーがやっぱりもう分け目ちゃいますとか、別に誰が喋ってもいいのに、もう胃の一番にファーって前出るわけですよ。じゃあいいや、その人でもいいや。別に僕も見てる時あるのに阪神の情報ってなって、別に僕も見てる、もうここは俺の舞台だという感じでね、いい人なんですけど、こういう感じでブラジルの7回のタイムリーはっていう、やっぱり感じで言うとね、いやそれはやっぱ頑張られてるんですよ。あそうやな、でも何回阪神の感じになったらもうそこ出る、まあ、次、サッカーも結構詳しいんですよねみたいななって、
ほんだらもう日本戦とかあったら、いやーでも昨日の遠藤がねとか言うんですよ、うんうん、で僕も見てたしとか、うん、そうやけど、まあそのフリーキックはすごいですねって大きい声で、その時ものすごい大きい声で言うんですけど、普通のこと言うんですよね。いや面白いんですけど、まあそんな特に専門的なことでもない、でまあいい人なんですけど、昨日もね僕ガンバの試合見に行ったんですけどねっていう、もうやっぱスポーツ情報俺知ってるぞっていう時ちょっとやっぱ声大きいんですよ、うん、まあそういうのがちょうどダサいなと思いながらでもいい人やし僕嫌いちゃうから、阪神とサッカーになったら結構喋る、うん、でニュースになったら別にあんま喋れへん、でもまたホンダがホンダやれってこうおるようおるおっちゃんみたいな感じです、うん、その方がもう一つ詳しいのがアーティストとか結構詳しいんですよ、うん、それがまあ世界の終わりとかなったらちょっとあれなんですけども、まあ言うたらベタなところスーパーフライとか、うん、ね、あとはジュディ・マリとか、うん、山口百恵、シングライクトーキングで佐藤筑前さんとかだったら、うん、佐藤筑前さんはねってこう言うんですよ。で割とこうで、たまに大物アーティストが来るんですよ。その時だったらもう立って拍手して、いやー僕本当にね好きやったんですよ昔からってめっちゃ言うんですよね。みんな別に座ってるし一人立ってもう本当好きやったんですよ、もうねあの歌もあの歌もあの歌も好きでね、僕 CD も2枚持ってましたわって言うんです。いいんですけど、この人アーティストのことも詳しいんやなと思ったんです。だからアーティストとかサッカー阪神になったら僕ちょっと黙るんですよ、引くというか、あ僕はもう吉屋さんのとこやなと思ってこうするんですけど、その時にある時あのドリカムの中村さん、あのベースの方がゲストに来られるいうのがありまして、 CM 上げて今日のゲストはドリームカムツルーの中村正人さんですみたいな、わーって来たら、わーって立って、僕ほんと好きなんですよ、そうかここは吉屋さんの時間やと思って、多分おる人安江姉さんも好きやしみんな好きなんですけど、いやもう僕ねドリカムほんま好きなんですよ、一番好きな歌がね未来予想図2なんですよ、あそこのくだりほんといいですよね、ハザードランプ5回愛してるのサインって言ったんですけどね、いやブレーキランプ5回で愛してるやから、ハザードランプ5回やったら混んでる道入れてくれてありがとうのサインやから、おかしいなと思って、でもここはちょっとやっぱ芸人として生放送流れてて僕は大根かますわけにもいかへんわ思って、いやちょっと吉弥さんってそれブレーキランプってハザードランプ5回やったら間入れてくれてありがとうのサインって言ったんですよ。ほんでまあちょっとドーンってなったんです。ほんであ受けたよかった今ちょうどこれええ感じでかまんと言えたと思ってパッて吉弥さんの方見たらピンク色に顔もなってたんですよ、真っピンクでそうですね、でも中村さんの方見てるんですけど耳の裏とか真っ赤っかやったあーこの人ダサいなと思った話です。車検を出してましてね車、はい、それが本当先週の月曜日に帰ってきたんですよ、うん、車検出してたやつが、はい、で月曜日松本さんあの車屋さんから今車戻しましたありがとうございます、で試し運転でもないんですけどドライブっていうか、まあ、ちょっと車ね、はい、乗ってたんですよ、はい、ふわーっと流し運転してたら降ってみたらカーナビがん僕都内走ってたんですよ、はいはい、カーナビパッて見たら所沢になってるんですよ、はい、はい、んって、はい、いやね、はい、埼玉ですよ、所沢になってる、うん、で僕はなあれ皇居の辺をね、はい、走ってるのに、はい、カナビがもう、あれ何東村山第五中学走ってることになる全然ちゃいますねいや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 、はいはい、これ車検出して帰ってきてね、こんなカーナビ壊れてるやん、でよう見たらガソリンメーターも半分以下になったんですよ、うん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 、これって所沢の工場まで持っていかれて、ああで往復されてるわけや、はい、ねえその聞いてないしそんな所沢までそんな遠いとこまで、うんうん、これ多分往復下手したら4時間ぐらいかかりますか、これ東京で多いですね、いや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 、しかもカーナビ壊れてて、うんうん、所沢走ってることになってるし、はい、車検直したのにこんなことになってこれは許されんのかって思ったらメラメラ怒りが湧いてきたでもう車に電話して、いやいやあのねとこれクレーマーでも何でもなくて
これ何所沢に車持って行ったのって言ったんですよ、うん、あ、はい、所沢の方に工場がありまして、うん、え、所沢からこれ持って帰ってきたんや、あ、そうです、はあ、で、カーナビの調子もおかしいし、ガソリンもなんやあれなんやけど、はいはい、これはどういうことなんかな、すごい俺嫌やわって、はい、まあ圧をね、圧はだいぶかけたんで、俺そうこういうのすごいお金払いたくないわって言ったそしたら、はい、所沢まで持っていくんなら持っていくで言うといてほしかったねっていう話をしたら、大変申し訳ないです、松本さんでもトラックに乗して持って行ってるんです、うん、うん、ああ、行きね、はい、で帰りは帰りもです、うん、で乗ってないんですか、はあ、ああなるほどと、あ、そういえばガソリン最初からこんなもんやったな、それから松本さん、カーナビなんですけど、こう GPS に反応したらすぐに戻ると思います、うん、パッて見たら東京なんですよ、カーナビ、うん、皇居になってる、完全に拳をもう振り上げすぎてて、もう下ろせないんですよ、圧かけましたからね、圧だいぶかけたで、出た言葉が分かりにくいな、とにかく分かりにくいわもう分かりにくいしか言ってないんですよこういう分かりにくいことはもうほんまに分かりにくいって向こうですよ、分かりにくいそれで電話バッと切って、恥ずかしい、すごい高倉健さん大好きで、もうずっととにかく好きで、僕三兄弟なんですけども、ちょっと名前がまあいろいろありまして、親父がまず最初僕生まれた時にもう健さんが好きすぎて、まあ映画からこう龍っていうのがあるんで、それを取ってこう龍二になったんですけど、ほんでこの次男また弟が生まれた時に健さんってつけたいんですけどどうしようかなって悩んだみたいで、まあ、直接つける、とりあえず力也にしようって言って、まあ、映画に出てた近くにいる方の力也にして、で三男また男生まれた時にとうとうもうそのまま直でつけようかみたいな、僕も覚えてるんですけど、年離れてるんで一回家族会議みたいなのもうしようかなと思ってるんだけどみたいな、健ってつけようかなって思ってるんですけどみたいな、でも親父が突然やっぱりこう呼び捨てすることになると、自分の息子を、あ、自分の息子であるともやっぱり呼び捨てできないね、やっぱさん付けしなきゃ俺はダメだってこと言い始めて、まあ、漢字のさんつけて健三になったんですけど、そのさん付けかい、そう、でも中学ぐらいからおい健って普通に言ってる、いやいや最初から健にしとけよって、ああ健にしとけよかったみたいなっていう話です、そんなことあるお話なんです皆さん、はい、東京のバーで後輩何人かと飲んでたんです、うん、でなぜこの世界に入ることになったんだみたいな、なんかこう話になってて、うん、ほなある一人の中本っていう後輩が、実は僕がこの世界吉本お笑いをするのは竹内力さんがきっかけなんですって言うんですよ、うん、ね、うん、竹内力さん、それいろんな芸人のね先輩なら分かりますよ、竹内力さんどういうこと、広島で高校1年生の時にすごい、まあお笑いは好きで芸人になりたい、いやそんなもん俺みたいなもんが芸人になれるわけないってこう自分で勝手にこう抑えてたんですって、ほら広島のスーパーでトークショーがあって、竹内力さんがトークショーに来るっていうんで高校生みんなでわーってこう見に行ったんですって、何百人いて、でトークショー終わって帰る時に竹内力とかってみんながこうわーってこう集まって竹内力とか言うてるところ、竹内さんが通り過ぎてもう一回戻ってきて、お前いいな、お前やりたいことやった方がいいぞって言って帰っていったんです、はぁ、何十人いるのに中本だけが言われたんですって、そこでうわーってなって、よし俺やりたい芸人になろうって言って僕吉本入ったんですっていう話してて、へえ不思議なことあんねんな、カランカランいらっしゃいませ言うて竹内力さん入ってきたんですよ、っつって竹内さん言うて、俺、ね、面識あるんですから、こいつがそうやって力さんの一言で吉本入ったんですよ、いや
俺それ行ったの覚えてないけど、あの広島行ったの覚えてるわとか言って、じゃあこうやって会えたんだなぁ言って、お互いまだ頑張ろうなってここで握手したんですよみたいなことがあって、そういう不思議なことがこの中本っていうのに起こるんですよ、うん、で中学1年生の時に視力が悪くなって、お母さんに頼んで、お母さんが新聞配達で眼鏡を買ってくれたと。その眼鏡っていうのは当時その古田選手とかがかけてたこうフレームのない眼鏡が流行ってて、それ欲しいってちょっと高いんですって普通の眼鏡より。それ買ってもらって学校かけていた、うわかっこええなー言って、みんなめっちゃ似合うやんとか言って、授業終わって放課後バレーの練習してたら、スパイク顔面でもろに受けて、買ってもらってかけたばっかりのメガネもバッキバキだったんですって。なんで今日にこんなことなんねんって言って、とぼとぼ歩いて下向いて帰ってたらメガネ落ちてたんですって。ほんでかけたら奇跡的に胴ぴったりで、いまだにその拾ったメガネかけてるんですよ。っていう中本と中本二人で九州福岡に旅行行ったんですよ、うん、ほんで福岡事務所の男の子がいて、その子が車でいろいろ案内してくれるっていう、なんかね若い時の中島さんみたいな顔した子なんですけど、うん、その子がじゃ あのまずはスパゲティ食べに行きましょうで、うん、あのラルキーっていう美味しいパスタ屋さんにまず天気の絵日行って、ほんでこう食べようかって言われたら、その表に車止めてるんで、ちょっと車大丈夫か見てきますとか言って、その子見に行ったんですよ、うん、ほんで戻ってきたらその子もうメガネかけてるんですけど、サングラスになってんですよ。車見に行って戻ってきたら、あ大丈夫でしたって言ってるそいつがサングラスになってんですよ。ああえ、なんやお前そのサングラスってなったら、その中本がお前ええのかけてんなっつって、あの遮光レンズで太陽の強い光浴びたらサングラスになるメガネやったんですよ。お前ええのかけてんなとか言われて、その本人がうわお前やって一番びっくりしてるんですよ。えなんでびっくりしてる、いやこれ僕おとつい中洲で拾ったんですって言って、一テーブル3人中2人拾ったメガネかけてる、こんなことある。沖縄ついでに僕も以前松本さんと、月亭方正さんと、はい、あとおにぎりっていう2メーターぐらいあるんですね。2メーターぐらいある後輩がいるんですけど、はい、その4人で沖縄に来て、まあ、うん、まあいろいろ遊んで、まあ、泊まるところが、うん、まあ、みんなで泊まれる部屋がええなあ言って、あの真ん中に、まあ、リビングがあって、そこにまずこう大きめのベッドがあって、それで個室が2つあって、で寝る時どうしようと、ほんでまあ後輩、まあおにぎりが一番後輩で、その次僕が後輩で、法政さん松本さん、じゃあ松本さんは人と一緒にはちょっと音がちょっと問題がうるさいとあれや寝られへんか、俺はごめん悪いけどこの個室ドアのある個室に寝かしてと、ああそうもちろんです、うん、ほんで法政さんがじゃあ法政さんそっちの個室行ってください、はいはい、じゃあ俺とおにぎり2人でじゃあこのリビングの真ん中のところで寝ようかと、でリビングそのガラス、ま、確かにいいんですよ、そこがまたガラス張りで、もうすぐ横がプールで、そうそうそう、その部屋についてるプールで、そう、その向こうには海が見えて、うん、逆に空も見えるし、うん、こっちの方が何やったらええやんと、うん、ラッキーやと、あ逆にいいんすかと思いながら、じゃあおにぎり寝ようやって言って、まあだいぶ遊び疲れて寝たんですよ。でしばらくしたらバキ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 、え何、え何の音、気のせいかもパッと待ってバリ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 、何やと思ってパッと見たらおにぎりの歯ぎしりなんですよ。ものすごい音の歯ぎしりなんですよ。うわ怖っと思って、でおにぎりおにぎり、あ何ですか、歯ぎしりすごいな、あすいません、ちょっと歯ぎしりがちょっと僕ひどくて、もうちょっともうちょっと抑え、ちょっと気にして、あ我慢するけどちょっとは気にして、寝られへんし俺星見てるし、うん、またこうやってこう寝た、バキ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 バリバリバリ、もうこれはもうしゃあない、これは我慢しようと思ったら、しばらくしたら、何何何おにぎり何、いやいやマジやんな、何今のって、すいません僕いびきかいてました、いびきなの、いやこれマジですよね、これマジなんですよ、マジやねん、これはお前無理やで、
松本さんも耳栓してるけど、でもなんとかいけるかなと思って、なんとかお前抑えて、なんとか抑えるって起きてきあるから寝よう。バリバリバリ松本さんが何やじゃあもうほんまやんって何の音やって出てきやって、すいません兄さん、おにぎりのいびきですわ。でも法政さんも何今の音なんかあったんかって、おにぎりのいびきですこれはちょっとシャレならんと、でおにぎり申し訳ない、これはさすがに誰一人寝られへんと、もう明日から何も楽しくなくなってしまうから、すまんけどプールサイドのこのボンボンベッド、はいはいはい、ね、あ、いいじゃないですか、申し訳ない、もう夏やし、はい、風はひかんや、あったかいから、うん、風も気持ちいい、ちょっとまあ川ぐらいはおるかもしれないけど、ちょっと我慢して、うん、お、すみません、分かりました、それ仕方ないですねって出て行って、窓閉めてボンボンベッドにバーッと、すいませんすいません、兄さん帰り、兄さん帰り、もう寝ようかなと思って、でも しばらく気になるからさ、はい、俺こう見てたわけ、俺しばらくしてこうバーッと見た、音は聞こえへん、ああぐしって言うてるな、でも歯ぎしりやな、後にあれやあサイレントでさ、出とるんで、出とるな、でも音はまあまあ遮断されてるわ、うん、よかったって思ってしばらくしたらこうねねがかわやかわやかわや、黙るとずっともう顔をずっと永遠にもうすごい量食われてんねん、うん、ほんで、うわ蚊に食われてるかわいそうやなってしばらく見てたらこううわーってプール飛び込めて目をね網膜剥離になって、えそうなんすよ、知らんかった、眼科の人は失明しても気づかない人ってザラにいるよって、見える方が補うからって言って、たまにこう片目で確かめなきゃいけないよっていうのを、マジで、はい、番組でやって、僕片目で左目で見たらもう今でもグニャグニャなんですよ、ほんでやばいって言ってお医者さんに行ったら、まあ、網膜剥離って言われたんですけど、その前に、まあ、検査の前に一応体温と血圧だけ測るみたいなって、すごいなんか人気のとこ紹介してもらったんで、もう普段あるソファーじゃなし、もう臨時の椅子も出して、もうおじいちゃんおばあちゃんとか若い子もずっと座ってるんです。で血圧も体温も自分でまずやってくださいって言われて、うん、あのまあ、機械なんで血圧なんか自分でやるじゃないですか、うん、ほんならそこにもうあのもう本当にそういうなんか和んだ空気っていうか、落ち着いた医者の待合室の空気をこうわざと蹴破るみたいな、本当に柄の悪いおっさんが入ってきて、うん、もう聞こえるんですよ、自分でやんのかよって金払ってお前自分でやらなきゃいけないのかよみたいな、余ってるやついるだろうみたいなことをずっと言ってるんですよ。で嫌やら嫌やらって思って、もうみんなこう血圧のとこ並んでて、2台ぐらい機械あるとこもずっと言うてるの、もう平気なのお前ら、この俺こんなん許せないよって言って椅子とかをこうガーン蹴ってるんですよ。でもうみんな年寄りとか多いし、僕もそんな怖いから誰も目合わされんすよ、うん、でもう血圧を1回測って、僕とその隣に座って、僕カタカタカタって出て、であのどうすんのって聞かれたら嫌やし、答えられんの嫌やからって思ってたら、もうずっと痛たたたたってこの閉まるのを、痛えよおいみたいな、こんだけ閉めないか分かんないのかよおい誰がみたいなのを言ってるんですよ。でもうずーっとやってもやり直しみたいな、エラーみたいなんでて、またこのあのこの腕をちゃんと入れなあかんっていうのを僕も教えてあげたの、ガチャってやらんとって言って、分かってるよみたいな言われて、まあ、怖いなと思ってやってて、でカタ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 って出てきたら、50ぐらいの60手前のおっさんなんですけど、上が162で下が90、全然怒ってんやんこいつ全く怒ってんやんこいつ、何や今のポーズ、神秘的な話、神秘の話させていただいていいですか、ね、神秘、はい、あの僕バナナマンの日村さんと2人で飲んでたんですよ。同時ぐらいにお互いのマネージャーからメール入って、うん、あのこの番組の収録が中止になりましたと、一緒に出てる番組やって、うん、あれじゃあ休み一緒になりましたねってなって、どうしましょうかって言ったら、お互い2人とも今年で41なんで、ちょっと厄払い行きませんかって、なるほど、はい、ちょこれ言っといた方がいいんじゃないかということで、後輩とかに調べてもらって、うん、ちょっとあのもう旅行もか一泊旅行しましょうついでやからって、うん、ちょっと遠目にある神社でなんかいいとこないかって言って、そういうの詳しいやつに調べてもらったら、これ結構すごい神社がありますと、厄払いでも結構名門で、白蛇を白蛇様を祀ってる神社があります、
でその白蛇様は今年で公開が終わるみたいです。本当にいるらしくて、これどうですか、あそれしましょうよ、でわざわざ飛行機で行ったんですよ。それで、まあ、観光しながらいよいよですねってそこ行って、どんなもんやねん、なんかご神体の白蛇様、まあ、なんか像みたいなのがあるのかなと思って行ったら、女性のまあ神主さんという宮司さんみたいな人がいらっしゃいました、厄払いですねって言って、あはいお願いしますって言ったらですね、神棚みたいなのパカッて開いたら、本当にあの真っ白で目が真っ赤の本当なのピロピロ出してる白蛇が出てきて、でじゃ あの頭をお出しくださいって言って、はいって言ってこう頭出したら、その白蛇様が、まあ、座布団にトグロ巻いてる状態なんですけど、その座布団ごと頭にパッて乗っけて、で白蛇様がパーッとこう降りてきて、ベロをピロピロってやる、はいこれであのお払いできました、で2人連続でこうやってもらって、で蛇が降りてるピロピロってやって、あのこれで完了です、あそうですかありがとうございますみたいな。でこの蛇白蛇様はもともとこの本当に白蛇伝説みたいなのがここにあって、でそれを祀ってここの神社建ててたんですけれども、 20年前に、神主が掃除していたところ、本当にこの軒先にトグロを巻いてる白い蛇様が来て、あ本物が来てくれたんだということでこれ祀ってますので、まあ、皆さんにお出しできるのは今年で最後なんです、あそうなんですかありがとうございますって言った後に帰ろうとした時に、その女性の宮司さんがちょっとすいません、今白蛇様がおっしゃったんですけども、あなたで僕に刺されて、はいすごく肩がちょっと気持ち悪くないですかって言われて、今白蛇様がおっしゃってます、あ確かにちょっと昨日あんまり寝てない状態で飛行機乗ってきたんでちょっと凝ってるような感じするんですよねって言って、あそうですかやっぱりで、そちらの肩日村さん指さして、あなた腰の方がなんか鳴ってませんか、白蛇様おっしゃってるんで、あ僕もともとちょっと腰がっておっしゃってるんで、今白蛇様がおっしゃったんですけど落としてやろうかって言ってますって言われて、えほんまですか、ありがとうございます、じゃあまずあなたからで僕刺されて、白蛇様が肩のものを下ろしますんで向こう向いてください、こう向かされたんですよ、じゃあ今から白蛇様が肩のものを落とします、えいこう肩をマッサージされてちょっと楽になった気にしませんかって言われて、いや、ダメになりましたよかったです、じゃあそちらの方来てください、ちょっと後ろ向いてください、今から白蛇様があなたの腰の疲れを落とします、えいちょっと楽になった気にしませんか、いや、しますねありがとうございましたって言われて、こちらこそありがとうございましたって言って僕ら飛行機乗って帰りました。神秘の何にも神秘なことない、神秘の見抜かれたんですよ僕ら。5回連続言うっていうのの後に4回連続言うっていうのいいですか。すみません、5回連続言うって思う後に別の4回連続言うシチュエーションなんですけど、去年美ら海水族館行った時に、あれ水族館はもう巡り合わせと言いますか、ある程度の人と同じ感じになりますね。なりますね。もううるさかったらもう抜きつ抜かれつ、結局こいつらかまたみたいな順路やからしょうがないですけど、そのうちそのまあカップルやったんですけど、まあ付き合いたてでまあキャキャ25、26のまあ東京ですかね、東京から旅行で来たみたいな、僕もまあ妻とやったんですけど、もうそんなキャキャはそんなまあもう結婚して何年もなるからしないんですけど、まあリアクションは割としますやん、まあ大きいねのジンベザメがなんか言いながら、でまあこいつらが気になるんですよ、そこ長いなみたいなね、お前エビのとこ長いなみたいな、男はエビのとこ長いけど女はなんかちっちゃいの長いなみたいな、なんでお前らの好みまで知ることになんねんみたいな、写真は意外と撮らへんのねみたいなことを思いながら行かなあかん雨になって、ほんでね、まあそのなんちゅうんでしょう、女の方がなんかこうまあ言うたんですよ、まあ問題提起と言いますか、でもさこいつらすごいよね、水の中で生きてるんだもんねって、なんか深いようななんか哲学的な、うちらだったら死ぬよね、うん、うん、まあすやな、うん、その彼
彼氏の方が、うん、でもさこいつらも陸に上がると死ぬよ名言なのかなんや分からんぞみたいな、どのぐらいのとこで言うてんのかが、ね、レベルがねまあまあ次行きよと、うん、今度なんか触れるみたいなとこスペース行ったらなんかぬるぬるのやつがなんか海牛じゃないんですけどなんか浅いとこ、こういう感じのとこに浅瀬でこう触ってください言ってぬるぬるのやつがあるんですよ、うん、でそれを女の子がキャー言って、でもさこれさなんかに使えるよねなんやなんや彼氏の方がそうだねなんかに使えるねそれはもう全然答えになってないもうええわもう隣に人手がおったんですよ人手が女の子初めてなんですかね意外とでかいよねって言うんですよ、うん、で男はそれ何も言わないんですよ多分見とるんですねこれぐらいや思っとるんでしょうね人手は知ってると、うん、それに対していやこんなもんやでっていうのも、うん、違うやろうしって人手ってこんなんでかいんだでかいね人手って人手ってこんなでかいんだ人手がこんなでかいとは思わなかった誤解や誤解やで行きよったんですよでまああとイルカショーかなんか行ったらもうその人らも分からんようになったんですけど先週銀座で道端歩いてたんですよでこれ30半ばの男性2人が、うん抜きながらずっと一人がもう一人にアンパンマンがさって言うんですよアンパンマン銀座で35、6の男同士がアンパンマン最初一発目アンパンマンがさあうんあれあのアンパンマンってさあの顔やんじゃんうんうんアンパンマンさ3回目もアンパンマンから始まんねや3回目はもうそのアンパン主語はもういらんやん、うんうん、アンパンマンの話ってなってんねんから、うんうんうん、画面やったらもうアンパンマンの話でしょ、うん、3回目もアンパンマンがさでももううちの子はもう卒業したかなで終わったと思ったらアンパンマンさ4回といううちのおかんの話、うんはいはい、させていただきたいんですけど、はい、あの町内会の運動会がありまして、はい、でその運動会で借り物競争っていうのがあるんで、はい、おかんと二人で出たんですよ、うん、でまあみんな何グループがあって、うん、運動場の真ん中に円が書いてあってそこに紙がいっぱい置いてあって、うん、でそこに多分借りるものが書いてあるんでしょうねでそれを見てで周りにいる父兄さんとか子供たちに借りて誰が一番早いかみたいな競争で用意ドンで、まあ、うちの関東僕がバーッと真っ先に行って円の中の紙をパッて言ったら水筒って出たんですよ、まあ、水筒なんか町内会の運動会で水筒なんか誰しも持ってるもんですから、うん、でおかんがバーッと、まあ、目についたすぐ、まあ、例えば僕のこの位置に行ったら小葉さんのぐらいのところにバーッと行って、うん、すいません借り物競争で水筒だったんで水筒貸してくださいって言ったらそのお母さんが、ね、飲むのでって言ったんですよ、うんうんうん、え思って借り物競争でめっちゃ盛り上がってるのに飲むのでっていやすぐ返しますのでってお母さん言ったんですようちのお母さん飲むので飲むのでってと思ってお母さんめっちゃテンパってブワッと違うとこ行って多分松本さんぐらいのとこ行ってバーッと行ってお水筒すいません貸してくださいもう順位があるから飲むんですよどんだけ嫌われてんの周りがなんか全部敵に見えてきてなんでこんなに水筒みんな飲むんやろいや飲むけど貸してくれたらええのにと思ったらおかんがまあ2人ぐらいでもうかなりテンパったのかでも順位は気になるしその紙に書いてあったところの真ん中に立って360度ぐるりと回ってどなたか水筒貸してくださいってめっちゃでっかい声出したんですよシュンとなってどんだけ嫌われてるおかんの横で僕ずっと立たされて借り物競争で順位がもうずっとついてて最下位やしダントツの、うん、そしたら肩ポンポンって叩く人がいたんですよでおかんがパッと見たらうちのおとんが水筒パッと差し出しましためっちゃめちゃ恥ずかしい町内会みたいにさらしもんだ
おそらくの話ですよ、うん、おそらくおそらくそうじゃないかなっていう話なんですけども、はいはい、あの僕キングコングの、と同期で、うん、ね、まあ、西野君はデビュー1年目からバッと売れて、うんうん、あそうね、僕はもう15年かけてやっとこうテレビに、出れたんですよね。それでまあそのこの前あの仕事一緒になっても、うん、さっきも言いましたけどあの VS 嵐の番組で、一緒になって、うん、4時集合やったんですよ、うん、ね、うん、やのにあの西野君は4時半に来たんです、うん、ね、うん、4時半に来て、普通なんかすいません4時半に来てって言うかなと思ったら、うん、なんかこう悪びれもせず、うん、なんかおいっすみたいな感じで普通にバーって来て、うん、あら悪びれてへんなと思って、うん、ほんであの番組結構体動かすんでストレッチをするんですよね、うん、結構ストレッチをするんですけど西野はその衣装の動きやすいジャージにも着替えず主役でね、まあ、当たり前のようにこうやってなんかわーってもうダラダラやってるわけですよ、うん、怪我するぞと思いながらこうやってるんですよね、うん、でなんか楽屋で嵐のメンバーに「おいっす今日よろしくね」みたいな感じでやるんですね、うん、でそのままワンガンスタジオのスタジオのフジテレビのね、うん、あの廊下を、うん、わが物顔でねこう、うん、歩いてたんですよ、うん、なんか堂々とわが物顔でやるんですよね、僕はだったら廊下の端ですけどあいつなんか真ん中をねわが物顔でこうおそらくですよおそらくおそらく多分彼その跳ねるの扉が終わったことに気づいてないと思うんですよねまだ続いてるとその気持ちが彼を想像させてその気持ちがこうなってると思うんですよねでなぜ私がこれを言うかというと、うん、実は僕一番尊敬する芸人が西野君やったんです、うんうん、ね、もともとあの彼の独演会っていう単独ライブを僕は勉強しに行ってメモを持ってやったりとかずっとしてたんですよ、うんうん、で最初は尊敬の気持ちやったんですけど初めて仕事一緒になった時に、うん、まあ、西野君の前でちょっといいところを見せようと思って、うん、ね、頑張って前に出たんですよ、はい、めちゃくちゃ滑ったんですよ、うん、西野君が助けてくれるのかなと思ったら、うん、ね、お前大学生みたいなボケすんなやって言われた、うん、で周りの芸人とかもお客さんがもう失笑でなんか悪意に満ちた、うん、へーへーみたいなもうバカにした笑いをうわーってするわけですよね、うん、ね、そのバカにしてたね、うん、西野君が、うん、ね、ここにいなくて私がここに今いる、ちょっとカメラさん撮ってください、私をちょっと言わせてもらっていいですか、西野君これ見てるかな、ご無沙汰しております、あの頃の大学生ですすげらない新しい風冷たいこの風膝に悪いこれも言いたかったずっとしてもしたんだぞとどうしても言いたかった、ね、まあまあまだ西野は西野で出ることもあるんじゃない、それ売れるのがちょっと早すぎてちょっとマーコレカルキン君みたいにおかしくなっちゃってるカルキン君ホームアロンで売れるのが早すぎてカルキン君みたいなそこまでやな平成風やな、お前売れるも遅いけどちょっとおかしい僕の話じゃないですよ、僕あのプロレスがすごいちっちゃいとか好きで、はい、やっぱりあのプロレスラーのプロレス以外の仕事とかもすごい注目しちゃうんですけども、ほう、あのこの間あのシルベスター・スタローンさん の, あの主演映画のエクスペンダブルズ3という、うん、あの傭兵軍団みたいなね、はい、アクション映画のキャンペーンボーイに長州力さんと、うん、藤波辰巳さんと、うん、武藤圭司さんと3人が選ばれてます、うん、でそこで、エクスペンダブルズ3シルベスター・スタローンがどれだけ素晴らしいかというのを語るのが仕事じゃないですか、それゲストに行った時に、その時に僕も今まで知らんかった事実が発覚したんですけど、長年プロレス見てて、長州力さんがシルベスター・スタローンのことをシルベスタローンとしか言えないっていうことが発覚したんです、シルベスタローンがなすげえんだよってずっと記者会見中、とにかくさ、あのシルベスタローンが一応後輩、その中3人の中で後輩の武藤さんが、うん、気を使いながらも、うん、ちょっと記者を笑かすようなツッコミ、うん、ツッコミ武藤圭司さんが、コミの長州さん、それさっきからあんた誰のこと言ってんのよ、はい、って言ったら圭司、まあ武藤圭司、圭司、圭司バカにすんな、シルベスタローンだって言って、その後藤波さんが全部をまとめたツッコミ言おうとしたんですけど、うんうん、あらあらあっていうので記者会見終わったのは僕が新喜劇入って、まあ、2、3年ぐらいですかね、大阪城公園で
あのサーカスの方が来られると、でサーカスのこの建物の中で新劇とサーカスがコラボするみたいなことがあったんですね。それでまあ2週間ぐらいでしょうか、あまあそこを行ったり来たり、その家からそこっていうことで毎日サーカスと新劇みたいなことでやってる時に、この楽屋がもう言ったら野面の運動場みたいな広いところにあるんでプレハブやったんですよ。そこで僕らこうおったんですけど、僕とレーザーラモン2人と、うん、衣装さんの女の子でもう4人で喋っとったんです。で僕がこう喋って3人こうやっておったんですけど、僕の向こうに島木さんが夏やったからトランクス一丁でこの人でタバコ吸うてはるんですよ。で島木さん吸うてはるなでバー喋ってたんです。ほんで島木さんがなんかこう衣装さんの方をチラチラ見ながらみたいなのしてたんですね。でも気にせずこう喋ってたら、どうやら汗かいたからトランクスを履き替えたいと、男性楽屋で、でも女の子の衣装さんがおる、でもこっち見てるいうことで、島木さんがカバンからそーっと皿のパンツを出してこのトランクスを履き替えようとしたんです。でも普通僕らだけだったらザーンって脱ぐんですけど、まあ女の子が万が一振り返ったらあかんということで、こっちで持ちながらちょっとこうへこましてほんでサッと履き替えようとしたんですね、島木さんがこのささっとこう、ほんでめっちゃ急いでたんですけど、こうやってもう言うても足どんくさいですから島木さんが相当女の子が振り返れへんようにささってやろうと思ったのに、足引っかけてドンドンドタンってなったんですよ。ほんで女の子は何ってこう振り返ったら、島木さんが四つん這いでこう向いてたんですよ。この女の子の方に肛門こうやって向けてたんですよ。急ぐがあまり女の子に見られてもらったんですね。その時の島木さんのケツのところが普通こうだんだん黒くなってくるじゃないですか。もうここら辺ね真っ黒っていうか、行き過ぎて真っ暗やったんですよ。股間の部分が真っ暗ラえと思って、普通やったらその毛がバーって生えてても何かこう穴とかそういうの見えるじゃないですか。何にも見えない真っ暗暗と思って、多分そこ手突っ込んだらそのまま僕引っ張られていくんちゃうかな。それぐらい暗かったっていう話です。嫁と娘がね、はい、知り合いの家家族となんかまあ小旅行じゃないですか、一泊行くと、うん、でなんか、釣りを今日はして、うん、で明日今日はもう早めに寝て明日朝からみかん狩りすんねんみたいなことを、まあまあメールで聞いてたんで、はい、ああそうなんや気ぃつけてな。でも僕は夜一人で家いて、まあまあまあ適当になんかまあなんか家でやることをやって、そう寝ようかなと思いながら、まあ今のスマホでラジオをね、なんか好きな時にダウンロードして聴ける、はい、でなんとなくこうなんかあるかな寝る前に聞こう思ってみたら、鶴瓶さんの笑福亭鶴瓶さん大先輩、はい、あの人が日曜日のそれって言ってね、はい、ラジオやってあるんですよ。でそのラジオをなんとなくあこれ聞こうと思ってなんか、ね、うつらうつらしながら聞いてたんですよ。でその中で「あどうも笑福亭鶴瓶です」言うて、ほいで「あのね」って「キラキラアフロ」っていう番組、うん、あれで、まあ、僕はその番組見てないからいきさつは分かんないんですよ。ただその番組で話題になったらしいんだけど、うん、鶴瓶さんの「デコに神」って書いた。なんか写真をね、ロケ行ったんかな、はい、その時のなんか静止画の写真を待ち受けにしたら、はい、いいことが起こる、これみんな言うんですよって言ってそのラジオで言うてる、もう今までその一生懸命子作りに励んでた人も、あ全然ダメやった人もこれ待ち受けにした途端に急に子供を授かったね。ちょっと上目の受験を目指しててこれ待ち受けにしたかどうか分かんない、まあでも受かった、もうすごい待ち受けにしていいこといっぱいありましたっていうのがほんま来るんやわって言って、もしよかったら皆さんもなんかその検索、キラキラアフロ鶴瓶、神ってやったら、はい、画像出るんで、はい、ぜひ待ち受けに行って、まあ、そんなこと言われたらさ、うん、ちょっと俺も、はい、やったのかな、ね、寝る前に僕、まあ、スマホいじって、はい、待ち受けにしたんですよ、はい、まあ、あんまり滑らない話でこういうのやりたくないんですけど、はい、一応どういうのかっていうのを、はいはい、こういう写真です。美しい。美しい。これ待ち受けにして寝たの。はい、寝ました。はい、で朝はって起きたら、うん、嫁からメールが入ってて、はい、何やろうと思ったら、はい、みかん狩りが子供が熱出て中止になった。それにしてくれてんねん最悪だろ急遽帰りますこんなまんま絶対
やんな、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 勝手にやるで、ほんま二度と会えへんからそこまで恨んでます味覚がなくなったぐらいでびっくりしましたこちらで以前あの僕があの催眠術のマッサージを、はい、ねあの話があって、まあそのお店はもう残念ながらもう閉店してしまったんですが、そうなんですよ。えって言ったのは小林さんと松本さんだけです。気にはな、すごい気にはな、興味あったみたいなお話も伺いましたけれども、実は僕が行く前に。後輩が行ってたんですね、うん、その催眠マッサージに、うん、でその催眠マッサージに行った後輩のお話を僕が受けてから僕が行ったんですけど、うん、でその後輩がですねあのその催眠術の方にあのマッサージを受ける際にいろいろ言われたのが、まあ、僕と一緒で、まあ、まず何どうしてほしいですかと、うん、で一番最初に人気あるのが、男性側からの要望で女性になりたいと催眠によって女性になって女性の気持ちで受けてみたいと、うん、そしたら手がちょっと触れただけでもすごい敏感になる、うんであとは自分が思ってるタイプの女性の人を直接言うもしくは、今好きな人がいて、まああのどまあ、芸能人じゃなくても一般の方でも好きな人がいるんでこの人とっていうような感じでそいつはすごい、まあ、あのピュアな後輩で自分が今一番応援してる女の子の名前を言っちゃったんですよ、うん、でその AKB の、 その小森さんっていう方なんですけど、うんうんうんその名前を言っちゃったんです。でもそいつはそういうことは全然関係なくしてまっすぐな気持ちで応援してたんですけど、うん、急に言われたもんだから今思ってる一番の女の子を、うん、応援してる女の子を言っちゃったんです、うんうん、で分かりました言って催眠術バーっとかけてで10秒あの数えますから10秒後に私が手を立てて目はつぶっててください手を叩いたら、小森さんが必ずあなたの前に現れます言って10パンってこうなってあの相手は後輩は目つぶったままでで催眠術の方が耳元で小森だよって私小森だよ AKB だよっていう感じでずっと言ってたんですでもこれをこの間も喋ったんですけどまあ吹いたら終わりだと、うん、もう吹いた時点でもうこれはもうミニコント終了なんでしょう、うん、ガン乗りで、うん、あ小森さんありがとうございますみたいなことは後輩言ってたんですけどそのおばはんが催眠のおばはんが急にちょっと待っててよって言ったらしいんですよ、うん、その部屋からドアパンと出て、うんでドア閉められてんでそいつはドアの音が聞こえてあれどっか行ったなと思ったんですけど、うん、遠くの方でワーンって聞こえたんですよ、うん、これ絶対マック立ち上げてるんですよあの音もう情報もう情報ワーンあの音してあれに変わる音ないもんななかなかその部屋でもないですしでなんかもう1分2分ぐらいしたら、うんごめんよっつってドアまた入ってきたんですねそしたら耳元で、うん、じゃんけん負けたよって急に情報が薄いわウィキペディアの情報しかないそこかもとんでもないお前残念ながら閉店してしまった短いので、はい、あの僕あの両親から、両親とかあの家族であの親戚中からパリコパリコって昔から呼ばれててでまああの物心つくまでずっとパリコパリコって言われてまあ多分両親が新婚旅行パリに行ってその時の子なんだろうなと思って自分がパリコやと思ったんですけどもっと大きくなってから親戚のおっちゃんにマサルはなんでパリっ子やって言われてるか知ってるかって言って、うん、多分なんか聞いたことないけど、うん、旅行行ったんちゃうん新婚旅行とか親がって、うん、ちゃうでってほんまのこと教えたるわって、うん、マサルはなあの野田阪神にあるなあのホテルパリで仕込まれた子やもう最悪やんもう、言うなよそれをおじいちゃんおばあちゃんもみんな言ってましたからね僕のことパリっ子野田のパリ君野田阪神のパリ君そうだよあの辺りじゃパリっ子多いな今年の春ぐらいに、はい、夏家族旅行どこ行こうかっていう話になって、ね、で嫁とか子供がグアムに行ってみたいって言うんですけど休み取れるのがお盆なんで、うん、もう高いんですよ、ね、でもそんなんで僕がまあまあお金管理してる方なんであのいやそこなあ言うて、うん、ちょっと厳しいけどなあまあまあそれも候補にしとこうかって言っててほんでまあお金も
大がいるな、子供ちょっと大きなってきたから、うん、うーんと思って、ふとあの家の主が便所を掃除したら金運が上がるって聞いたことあるから、はいはい、でまあこれも迷信かもしれんけど、まあトイレ洗うのは別にいいことなんで、うん、まあとりあえず、うん、掃除してみるか思って、でこう掃除してたんですよトイレを。ほんで嫁がバーって来て、日頃そんなしてないから、うん、何してんの言うから、いやトイレ掃除してんねんと、うん、なんで言うから、いやその家の主がトイレ掃除したら金運が上がると、うん、もうこれも前言ったらグアムへの一歩やと、うんね、うん、こういうことやろって言うたら、うん、もう嫁も冷めてて、うん、迷信やんみたいなこと言うて、バーって行きよったら、ほんでまあええわと、まあ別に掃除するのはええことやから、うん、掃除してたんですよ。ほんで その日休みやったんで、ちょっと買い物に出たんですよ、うん、で僕今西宮っていうとこ住んでて、西宮ガーデンズっていう複合施設があるんですね、映画館あったり食べるとこあったり、買い物が結構大きいとこがあって、そう買い物行って、ほんでまあちょっと遅くなったんで、あの飯食ってから帰ろうか言って、回転寿司行こうかって、で回転寿司入ったんですよ。ほんで一応テーブルの方に通してくださいってわーって歩いて行ったら、僕らのテーブルはここなんですけど、横のテーブルでものすごい品のある老夫婦の二人がこう座ってるんで、ほんで俺をバーって通っとったら、お父さんの方が兵藤さんではないのかな、で、あ、どうも兵藤です、あ、いつも楽しく拝見させてもらってますよって言うんですよ、あれだんす、で奥さんの方も振り返って、あ、兵藤さんだ、いつも楽しく、見せていただいております、あ、そうですか、今日はちょっと家族で飯行きまして、あ、いいんじゃないですか、どうぞどうぞみたいな、あ、すいません、で僕らはそのテーブル行って、うん、食べてたんですよ。ほんなら、まあ、20分ぐらいしてからお父さんが立ち上がって僕の方向いて、それではお先にってこう言うたんですよ。で、なかなかの陳謝な、あ、すいません僕まだちょっと食べてます。ほんならその奥さんの方がさささって来て、僕もまあその通路側に座ってたんで、急に僕の手にクシャクシャって逃げ出して、うん、兵藤さんこれ使ってって来たんですよ、うん、で、うわっ思って、うん、掃除した日に、うん、夜に兵藤さんこれ使ってなんて、うん、あるのってなって、うわっ思って、奥さんじゃあそれ湧きませんわって言ったんですけど、うん、まあ、結果から言うと、そこの上に映画館があるんですね、うん、で映画館の半券をその寿司屋さんに持って行ったら赤出しがタダになると、うん、で多分そのご夫婦は使ってなかったんですよね。で僕らこっちわー食べてる間、こっちでミニ会議があって、うん、お父さんこれ赤だしもらえんのに使ってへんわと、久保田さんには差し上げたらどうだみたいな話があったんでしょうね。でそれは全然聞こえないわけですから、僕ら嬉しそうにお前も取っててくれみたいなこと言うてて、わー食べてて、お奥さんがじゃあ渡してくるわって言うから、うわーっと私に来てバンッシャッって見せないですから、で俺はもう完璧に掃除してるから1万円クラスやと思って、こっち1万円のテンションで、奥さんそれはあげまへんって言うわけですから奥さん、それはあかんわと、もう太田ばっかりですやんか言うて、で奥さんも、いやいや、そんなんじゃない、いや、奥さん、それはあかんって、もう話さないわけですよ、でも僕は、奥さん、あかんって、ほんまに言うたら、いや、ヒョウさんって、だんだん向こうも引いてきて、映画の案件やから、ヒョウさん、ちょっと手放してみたいな、いや、ほら、奥さん、あかんって言うたら、奥さんが、もう、たまらんようになったんですかね、案件やねんって言うてきたら、そんな品の良かった奥さん、案件やねんって言うから、意味が全くわからない、見たら、くちゃくちゃの神なんですよ。何このご飯と一緒になって、え、何ですか言ったら、これを使ったら赤だしと茶碗蒸しどっちか選んで、あのタダで食べれるからって言ってふわーって帰ったんですよ。残された僕も霊の音しか聞こえないんですよ、まあ、めちゃめちゃ恥ずいんですよ、みんなに周りが見られてるわけですから、俺も1万円ぐらいのノリで言うてるから絶対金が思うとるんやんけ。俺ずっとこうなってたらめちゃめちゃ腹立ったのが、嫁が俺の顔見てニヤって笑って、これでグアムに一歩近づきましたなって言われたんです。うわぁ腹立つのかぁびっくりしました。気品がね、ありすぎたね。そうね、気品があったから勘違いしちゃったね。そのさっきも言った、平ったメガネをかけてるね、その中本っていう後輩がいるんですけど、これと、フランスにね、旅行に行ったんですよ。一緒に、うん、中本君と、はい、普段はご飯食べたりお酒飲んだりしてますけど、うん、これ寝食を共にすると初めて知ることがあるじゃないですか。あるね、さっきのそのおにぎりのいびき歯ぎしりじゃないですけど、うん、同じ部屋でベッド2つあって、でそこでこう一緒に、まあ、生活というかこうやると、えこんな独り言多いねやこいつっていうね、うん、
あ行こうかーとか言って、まあ、4人で行ってて2、2で分かれてるんで、もう向こうもロビーで待ってるし、もう俺らもちょっと遅れてる、もう行こうかー、あはいとか言って、俺もう出てると思ってるんでしょうね、中本は。俺見てたら、そのカバンを閉め、なんでここが引っかかんだよ、お前すっと行けよこの野郎、なんでお前引っかかってんだよって、怖い怖い怖い、擬人化、カバンを擬人化しながら、なんか一人でスッと行けよこの野郎とか言って、怖い怖い怖い、めっちゃ喋るやんこいつ一人でってなって、で朝はね、うん、俺さっきシャワー浴びて、うん、ほんで中本も入りやーと、あーはい、ありがとうございますとか言って中入って、うん、しばらくしたら、うん、何なんだよこれは、寝ろバカ野郎、何なんだよこれとか言って聞こえるんですよ風呂から何言うてんねんってパッて見たら、そのカランをシャワーにそれ引っ張ったなるんですけど、それが分からへんもんやから、カランに潜り込んで頭洗ってるんですよ何なんだよカラン、俺なんでこんな潜り込まなくちゃいけねえんだ、いや違う違う何言うてんねんこいつは思ってほんでその日なんかちょっとあの街こう探索してて、スーパーで歯磨き粉買いますわとか言って歯磨き粉買うてましたよ、うん、ほんでなんかこう遊んで、ほんで次の日の朝また俺お風呂シャワー浴びて、うん、その昨日もうカランからシャワーにする方法は教えてますから、ほんで俺浴びて、おなかとほんで入っておいで、ああじゃあそうとか言って入ったらまた、うわうわうわ殺されるよ殺されるよ殺される、なんだ殺されるよ何言うてんねん、いや大丈夫、息ができないっすとか言って、その買った歯磨き粉やと思ってたのが入れ歯接着剤で水に濡れれば濡れるほど固まった、怖い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 、ガキの頃に近所で希望総連っていうあだ名の評判のおじさんがおったんですよなんで希望総連なんか言ったら、僕ら公園で草野球とか、それ草野球でもまあその定休野球で、ほんなら、おいちょっと来いってそこにおじさんがやってきて、お前そのキャッチャーやってるお前ちょっと来いとか言って、で今度殺すとか言うんですよ。おいこっち来い。小学生でビビりまくるんだよね。ビビるね。やばい殺される思って。とりあえずバーってこうバットとか置いていったら、ガバッと抱え上げて、希望ソーレンって歌って、ポン放り出す。そういうおっさんがおったんですよ。たまに小学生で背高いやつおるじゃないですか。もう175を超えてるぐらい。うん、そうおっさんちょっと小柄なんで、うん、そういう時は、まあ、ちょっとこうやってて、うん、ちょっと物をせえみたいな。うんうん、で両手両足つかして、うん、キーボードみたいにそれでキーボードソーレンって背中でやるんですよね、うん、うわこのおっさん怖いなと思ってたんですよ。でももうその怖いな、はい、なんか怖いな、笑われへんの待つしかねえよ。なんか言葉自体も怖いなんですよ、希望ソーレン、なんか怖いな、なんか組織のもんかなと思ったで、時は流れて僕中学生になって、多分この人まだもしかして希望ソーレンのおっさんおんのかなと思って、あある日、はい、思いついて思って、ちょっと見に行こう思って、今やったら怖ないし思って、ジャニーゴでバーって行って見てたら、子供たちが役やってるんですよ。で、来よったんですよ、希望ソーレンに。またやってんねや思って、5年以上経ってんのに思って、でいつものようにパッと子供抱えてギターみたいにして歌ってるのを、中学になって改めて気づいたんですけど、実は希望ソーレンじゃなくて、キープオンソウルトレインって歌ってたんですよ。だから実はキープオンソウルトレイン、結構なんかいい感じの歌詞で学がなかったから、そうなんですよ、学がなかったんや